ゴルフの楽しさを伝えようと、プロゴルファーが三木市の小学校を訪れ、特別授業を行いました。講師を務めたのは、神戸市西区在住のプロゴルファー、古代達也さんです。プロゴルファーたちが小学校を訪れ、ゴルフの楽しさを伝えるこの取り組みは、ジャパンゴルフツアー選手会が2009年から実施しているもので、三木市では今回が初めての開催となります。古代さんは、西日本一のゴルフ場数を誇る三木市で、若手の育成にも取り組んでいて、今日は全校児童51人に、初心者でも楽しめるスナックゴルフをレクチャー。クラブの握り方やパターの打ち方を直々に指導しました。古代プロの打った球が上に大きく上がってすごいと思いました。スイングスピードも速くて、なんか遠くまで飛ばしていてすごいと思いました。マットに当てたりするのが楽しかったし、古代プロが丁寧に教えてくれて分かりやすかったです。一人一人がゴルフをに対してこう携わってもらえたらなっていうふうには思っているので、そういう楽しさを伝えれたらなっていうふうには思ってます。三木市ではゴルフの街として、子どもたちにゴルフの魅力を伝え続けたいとしています。